はい、お疲れ様です。ダニエルと言います。北海道チーズ蒸し焼き。このね、北海道の絵描いてね、安く売っていきますわ。これ結構昔から好きなんですよ。なんかね、一昨日あたりからめっちゃ腰痛いんですよ、ほんまに。めっちゃ急に腰痛くなって、仕事の予定っていうのはね、どんどん埋まってるわけですからね、そっちの方はね、滞りなく行くわけなんですけど、まあ仕事の方はね、維持でもやり通そうかなっていうね、そういう考えで今やってますね、本当に。早く治ることを祈ります、私。はい、それで今日の動画なんですけども、まず1件目は、ちょっと前になるんですけど、1回だけね、東京に雪がね、積もったんですよ。4日前か、そんぐらいだったと思うんですけど。その日にですね、練馬区に行って、もうトイレが詰まってて、もうおぶつまみれになってるから、そのトイレの掃除とそのトイレの詰まってるのを抜きに行くっていうね、この2つの仕事に行ってきました。まあおぶつがね直接映ってるわけではないんですけど、まあなかなか汚かったんで、まあ、見たくない人はね飛ばしてくれた方がいいと思うんですけど、食事中の人はね閲覧注意ということでお願いします。それで今日の2件目は、あきる野市っていうところに行って、ロックンウルフっていうね、なんか犬のアジリティのさ、訓練するところとかね、そういうのがあるわけなんですけど、そこのね、事務所の屋根の掃除だったりとか、溝の掃除だったりとか、エアコンの掃除っていうね、この3つをやってきました。すごい自然に囲まれているところなんで、やっぱそういうところはね、いろんな悩み事が尽きないんだろうなというのはね、やっぱ見てて思いましたわ。はい、ということで今日も見ててください、どうぞ。はい、お疲れ様です。今ね、練馬区の方まで来てるんですけども、今日ね、とんでもなく雪が降ってますね。いや、もうマジでね、もう東京でね、こんな雪降ると思ってなかったんですけどね、とんでもないですね。で、今日はですね、トイレの詰まりをね、直すのと、トイレがね、すごい汚いからね、それを掃除をするっていうね、そういう仕事に来ました。このね、すごい寒い中でも、はるばる来ました。じゃあ、仕事頑張っていこうと思います。クロックスで来たの絶対間違いやわ。めっちゃ足の中濡れるんやけど。詰まりっていうのはどれぐらい前からトイレは？もう私入ってからもなんかおかしいなと思ったら、なんかすぐ詰まっちゃった。もう流れなくなったんですか？流れな、水出そうと思った浮いてきて、あ、漏れてくるんですか？漏れてくる。わー、なるほど。これ全部その散らかってるんです。これが下水の通り道なんですよ、はい、台所とか、はいはいはい、通り場の水がここの今枝が分かれてるじゃないですか、はい、ここ流れて道路の本下水の方に流れていくんですよね、はい、でよくここら辺とかで、はい、なんか引っかかって詰まってるともうここ全部バーって溢れ返っちゃってる。あ、なるほど、はい、いきますよ、はい、うん、こう今圧縮してるんですよね、詰まってるやつに圧力かけて配管の中で動かしてる、はい、イメージですね。あ、どう？お、いった。よいしょ。あー、もうこれトイレがめっちゃ古いですね。流すよ。多分ペーパーも流れれば OK かな。いくよー。結構勢いよく流れてる。結構勢いいい。うん、まあ OK だね。じゃあやってるところは普通にこれに水やってもバーンと流れて流れるんだ。作業は終了になりますね。じゃあこれで詰まりと放出終わったんで、はい、どんどん使ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ああ、そうなんです。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。ロックンウルフ、こういいですね。はい、お疲れ様です。今日はですね、あきる野市に来てるわけなんですけども、犬のね、アジリティの訓練とかする場所があるんですけどね、そこの屋根の掃除と溝の掃除とエアコン掃除というのに来ました。犬とね、戯れながら仕事しようかなと思います。じゃあ行きましょう。葉っぱがすごく落ちてきちゃってどんぐりとかだけど、これの掃除と上がってもらうような感じだと思うんですけど、これどうですかね、上登っ
って大丈夫かな。この柱に沿ってだったら大丈夫です。なるほど。この太いところがあるところとか横の、うん、あれが入ってるところは乗っかっちゃって大丈夫です。なるほどなるほど。カーボンなんで強いことは強いんですけど、はい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 、雨で流れてきちゃった。ここも埋まっちゃってるんですけど、はい、この辺まで側溝が入ってるんですよ。あ、そうなんですか。それをちょっとね、はい、やっていただきたいと。なるほど。あとは中のエアコンの掃除ですね。エアコンって掃除するとき灯車っていい？大丈夫です。で、ね、天井の上に登ったわけですけども、これ全部ね綺麗にしていきます。すげえなこれ。もう最後の端っこのところは手でやるしかないですね。こっちの屋根の方は終わりましたね。というわけで次はこっちですね。どんぐりいっぱい押しますね。大丈夫なんかこれは。今ねこの屋根の上に乗ってるんですけど、足場がねもう壊れないかどうか不安でしょうがないですけど、意外と丈夫っすねこれ。はい、どんぐりたちは。この上に、ね、乗ってたどんぐりとか全部落としまして、あとはね細かいところきれいにしてったら終わりでしょう。マジでねここ登ったの初めてなんですけどね、めっちゃ丈夫っすねこれ。なかなかね楽しくなってきましたこういうの。どんぐり全部落としました。なんかいろんな質問に答えてて、租税法とかはどうやって学んだんですかって質問があって、はいはい、あ、勉強してません簡単に言ってたよこの人信用できるかなあれがもうウケちゃうそれで俺この人に頼んでるよあ、言った記憶ありますねそれは確かにあれはかなり笑いましたなるほど、そういうところを見てくれてすねそんなのを上げてもいいんじゃないですか。そうですね、もう網を取ってみたんですけどね、中がやっぱ土だらけなんですよ。これを全部きれいにできるだけやっていきます。仕方が十キロ棒で面白かったりね。タクシーは人気高いですよ。めちゃめちゃ人気高いですよく言われます。外のね掃除が終わったら最後はエアコンの掃除ですね。ホコリがねすごいんですよこのエアコン。どうにか綺麗にするしかないでしょう。行きます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後、家帰ってきますこれだけ大丈夫。23日また。はい、また。ちょっと早くて変わるんですけど。全然大丈夫です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。あきる野市まで来て、屋根の掃除、溝の掃除、エアコン掃除っていうのが終わりました。今日はね 44,000 円というお金をいただきましたっていうのと、今日はね2月14日バレンタインデーなんですよ。だからこういうねチョコももらったっていうのと、そのパンとか飲み物とかいっぱいねくれたわけなんですよ。もう当分はこれで食いつなごうかなと思います。というわけで家に帰ります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日もね晩飯食っていこうと思うんですけども、今日のねご飯のお供は納豆ではなくね刺身にするわけなんですよ。広告の品って書いてるじゃないですか。もう完全に広告に引っかかりましたわ。うまそうなんでね刺身と米で今日食っていこうと思います。あー、うまい。
いや、2月の仕事っていうのをね、結構バシバシ入ってきてるわけなんで、非常に嬉しい限りなんですけど、まあね、今日も明日も明後日もね、何かしらの仕事は入ってるような状態で、忙しくはさせてもらってるんですけど、そんな時にですね、一昨日ぐらいから急に腰が痛くなって、わかります？これね、整形外科に行ってね、このコルセットってやつですかね、なんか変なベルトみたいなガシって止めるやつ、まあこうやることでね、腰の痛みは軽減されてるわけですけどね、でもめっちゃ痛いんですよ、ほんまに。特に車の運転してる時がめちゃくちゃ痛くて、1時間ぐらい運転してるじゃないですか。その後ね、まっすぐ立てないんですよ、マジ。もう腰が痛くて痛くてね、ほんとおじいちゃんみたいになって、もう腰曲げないと無理みたいな感じになってしまうんですよ。まあ仕事にもね、若干支障出るかなと思ったけど、全然出ませんでしたね、この道路。まあそこはね、ほんと維持でもね、もう支障をきたさないようにね、もう仕事中はね、痛みのことを完全に忘れて、もう作業をやってるわけなんですけども。でもなんかね、不思議なのが、僕はね、歯科技工士っていう仕事をね、過去に5年間ね、やってたわけなんですけど、その歯科技工士時代って、まあ1日に多分10時間とかそんぐらいずっと座りっぱなしなんですよ、マジで。歯科技工士時代はね、全く腰痛くなったりとかはなかったんですよ。まあ今になって、まあ来るってことはね、もう30歳越したらね、体にガタがやってくるってなんか聞きましたけどね、ほんと、それが今来てんのよなってね、すげえ身に染みと思います。まあとりあえずね、整形外科に行って、まあ、薬とかね、いろいろもらったんでね、まあ薬飲んだらどうにかなるかなと思うんでね、そこに淡い期待をね、しようかなと思います。それとですね、今日なんか自炊すんのめっちゃ久しぶりなんですけど、っていうのもね、その昨日も一昨日もその前もね、なんか誰かと食べながらね、外食してるわけなんですよ。そんなわけでね、いろんな人と会ってるわけなんですけど、その中の一人でですね、その YouTube で便利屋で検索したらね、多分出てくると思うんですけど、便利屋ピカ服っていうね、まだチャンネル登録者数が70人ぐらいのね、もう始めたての YouTuber の方々がいるわけなんですけどね、この人らにね、ついこの前会ってきたわけなんですよ。前回のね、 YouTube ライブでもね、そのピカ服さんについて若干触れたんですけど、便利屋ピカ服っていう人の YouTube は今はね、チャンネル登録者数全然少ないんですけど、この人らはね、今後絶対伸びると思います。絶対伸びます。だからキャラクターが出来上がってるんですよ。まあ見てほしいとは思うし、今後ね、埼玉で仕事があって、まあ人手がね、必要になった時はね、ちょっとピカフクさんに連絡してね、一緒に仕事もしたいなと思いますしね、将来的にはそういう関係になれたら非常に僕は嬉しいなと思いますね。あの人はね、 YouTuber としてガツガツね、伸びていくっていうね、それがもう目に見えてわかるぐらいね、もう異彩を放ってるんで、あの人は絶対伸びると思う。やっぱね、 YouTuber ってね、なんか変な人多いんですよね。まあ僕自身もね、相当変わってる人間やと思うけど、その便利屋ピカフグっていうチャンネルに出てる男の人ね、岡西さんっていう人なんですけど、あの人もね、相当ヤバい人なんですよ。まさにね、 YouTuber にぴったりな、ね、人間やと思うんでね、あの人のチャンネル今後面白くなりそうなんでね、もしよかったら見ててください。リンクとかは絶対貼りませんけどね。それでは今回の動画は以上です。チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それではお疲れ様でした。